ははいこんにちは IT 支援力アップミニ講座、えー、自分ですぐに作れるネットショップ月額無料のベースの活用について、えー、村上の方からお伝えしていきたいと思います、はいえー、ネットショップを、ね、作るにはどうするんだという相談を受けた場合の対応については前の動画でご説明しておりますので、ね、また見ていただけたらと思います今日は実際にネットショップを作ってみようというところをご紹介いたします でベースはね先ほど前回の動画にも出てきましたけども月額無料ですのでまあもう何も考えずにとりあえず作っちゃおうかみたいなレベルにはすごくいいですね一応決済やったら6.6%プラス40円かかりますけども、えー、私もねあのご相談を受けてうんちょっと本格的に作るにはまだこの方難しいかなでもまあ今こういう時世だからネットショップ持ちたいじゃあじゃあ 負担の少なくて簡単なベースで一回一緒に伴走しながらやりましょうかということをよく一緒にやっております。ですので、ね、これも、ね、支援者の皆さんもこれは操作簡単ですから、ぜひ軽く操作を覚えて一緒に立ち上げてあげるということも、ね、やっていただけるといいんじゃないかと思います。やっぱり、ね、簡単という意味では、ね、決済力がすごく簡単なんですね。昔はやっぱりクレジットカード会社と,、ね、個別と個別に事業者契約しないといけなかったですが、こういうのであれば、 えこういう決済というのは、えー、契約がいりません、えー、事業者の立場とするとベースと契約するだけなので、えー、お客さん、えー、実際に消費者の方はベースにお金を払って、ベースから事業者にお金が入るという流れなので、本当ね、翌日からネットショップを立ち上げたいということができます。昔はね、クレジットカードの審査とかで、ね、1ヶ月もまたされたとかありますけども、えー、翌日、明日から明日までにネットショップを作りたいなという時にも可能でということが、一つ売りなんじゃないかと思います。 じゃあ実際に作っていきます、えー。ベースの基本設定ね、基本設定やって特定商取引法やって、決済設定して送料設定して、独自の面取れば、独自の面,取る,自の面取るというところです。で、まあ、あのもう一回流れを説明するとね、まあ、基本情報はいろいろ、もちろん名前とかお店の名前、代表者の名前とか特定商取引法ね、 えと当たり前ですけど、代表者あの、運営会社の住所とか連絡先とか、えー、返品の場合どうするのか,とか、そういう法律で書くべきルールが決まってますので、これはもう項目、欄がありますので、それに従って書いていただくということです。で決済方法もね、まああの、登録っていうほどのものはなくて、まあ、クレジットカードも対応あり、えー、そうですね、えー、携帯電話払いありにしますかとかね、銀行振込ありにしますかとか、こんなところを選んでいくようなことになります。 そして、その他、ショップ情報登録、まあ、これは今回ほとんどやりませんけれども、例えばね、連携してね、ソーシャルメディアを使っている場合は、連携するソーシャルメディアを登録したりというところがあって、まあ、ここまでが準備の,基,本の、えー、基礎の基礎で、その後実際に商品の登録をやっていくという流れになっております。はい、それでは実際にね、ブラウザの方に移って、操作をね、えー、やって、ネットショップ、どれくらい簡単にできるか見ていただきたいと思います。 はい。それでは今日はベースでネットショップを作っていきたいと思いますが、スマホアプリだけで作っていくということをやっていきたいと思います。ベースにはね、アプリが2つあって、これ事前にア,あのアプリのストアからね、ダウンロードしております。で、いわゆるベースっていう方は、消費者が普通にネットショップでね、商品を購入するようなアプリになっておりますので、今日はベースクリエイターの方、ネットショップを作る方のアプリを体験していきたいと思います。はい。えー 立ち上げるとね、新規登録画面が出てきますので、ショップの URL を入れて、メールアドレスを入れて、パスワードを入れて、はい、これでショップを登録いたします。そうすると、えー、アカウントの登録できましたので、はい、えー、ここから順番に設定していくわけでありますね。で最初は、アカウントメールの認証の確認ということで、 これはいわゆるメールで本人確認ということが行われますので、はい。えー、別途ね、メールアドレス、えー、別途メーラーを開いてですね、えー、ベースからメールが届いてますので、その URL をクリックすると次に進むということになります。はい。続いて、運営に関する情報の設定ということで、特定商取引法に基づく表記、こういった内容をやっていくわけですね。はい。個人ですか、法人ですか、事業者の名前ということで、 もちろんね、これは、あの、法律で決まっている項目ですから、まあ、しっかり、ちゃんとした運営会社の名前とかね、住所も最後まで切り替えていただく必要があるということになります。で、名前と住所を書いたら、ね、やっぱ最近なかなか色々厳しいですね。えー、本人確認、もう一回ね、ショートメールで、え、本人確認をしていくということになります。はい、電話番号を入れて、印象を押すと、 はい。電話かかってきましたね。はい。はい。暗証番号がね、届きましたので、えー、実際に入れていきます。そして、この後、営業日だったり、定休日だったり、販売価格返品とかね、この後きっちり書いといていただきたいなと思います。でやっぱりね、あの、書いとかないと、返品ルールね、決めてなかったら、お客さんからやったら返品されたりということにも繋がったりしますので、 ような項目ですので、全部内容を確認してね、えー、保存をしていただきたいなと思います。はい。続いて、お支払い方法、決済の方法ですね。これもネットショップね、昔は自分で各カード会社さんと契約でしたけども、まあ、今ではね、僕、ベースさんと契約するだけということですので、まあ、クレジット使いますか、銀行振込使いますか、というのを、えっと、選んで、設定しとくだけですね。はい。で、やぼを決めちゃいましょうかね。 はい。矢号を決めて、誕生日を入れて、住所を確認して、で、ショップカテゴリーね。スマホケースということで、えー、スマホのカテゴリーを選びました。はい。これで保存します。はい。そうすると、これでショップが、えー、できたわけですね。はい。続いて、商品の登録をしていきます。商品の登録をしていきます。 メニューから商品管理を選んで、商品を登録します。商品名を入れて、写真を登録します。はい。写真を4つ選んで追加しました。はい。先頭の写真をね、ドラッグで入れ替えることができました。で商品の、ね、説明をね、書いてということで、 やっぱりね、ネットショップ接客も大事ですからね、説明はちょっと長く本当は書かなあかんところですけどね。金額を入れて税率ね、食品だと軽減税率に変えてとかですね、在庫を入れてとかですね。はい。あと種類を追加ということで、黒、赤、青とかの色、色のカレーバリエーションとかね、SML とかのサイズバリエーション、こんなところを追加することができます。はい。これで1個、えー、商品が登録できたわけですね。続いてもう1個やっていきましょうかね。 はい。今度は後ろに貼り付けるタイプのね、スマホのカバーですね。説明を入れて、価格を入れて、在庫を入れてと。ちょっと、後ろに追加してみましょうか。ね、サイズ、7インチ用、8インチ用。はい。こんな感じで、え登録が終わりました。 それでは商品の登録が終わったので、えー、お店を運営スタートということで、ショップの設定を公開にしてみます。ね、本当はいろいろね、設定、インスタの連携とかね、ツイッターの連携とかあったりとかね、えー、送料の設定とかあったりしますけども、まあ、とりあえず一回公開ということで公開いたしました。じゃあ一体どうなったか見てみましょうか。はい。ということでこんな感じで、えー、商品のうん登録が、えー、できたということですね。 はい。商品、値段がついてあって、先ほど種類も入れましたもね。7インチ用、8インチ用、じゃあ7インチ用をカートに入れるということでやると、これで購入に進んでいくということになろうかと思います。このようにスマホだけでね、初期設定、基本的なことがざんとできてしまうというところがなかなか素晴らしいことなんじゃないでしょうか。もちろん今回はスマホで設定しましたけども、スマホだけではなくて当たり前ですけど、パソコン版の方のね、ブラウザでも設定ができますので、 こちらかね、えー、自分が使いやすい方でね、設定していくといいですよね。特にあんまりパソコン使ってないな。まあ、あのー、スマホで写真撮ってパッパッと登録したい、えー。スマホだけで完結するといいなという方は、これ非常にいいんじゃないかなと思っております。はい。それ以外ね、今日はもちろんまだ注文入ってませんからね、注文管理とか見てもまだデータがありませんけど、えー、注文が入ったら注文管理に、えー、注文が入ったり、えー、入金があったらお金の管理というところを見ていくと。 いうことがありますのでスマホだけで基本的に運営ができてしまうというアプリを、えー、今日ベースご紹介させていただきました。はい、ということでね、なんと簡単にこんな程度でショップがオープンして商品登録ができるというところまでご,、えー、ご案内いたしました。ここまででね、本当に最低限の機能の登録ができますので、まあ、とにかくカードを持ちたいという方はここまでで十分じゃないでしょうかね。でただもちろん やっぱりネットショップっていろんな機能が必要になるので、あの基本設定のままだとちょっとだいぶ貧弱です。例えば先ほどあの送料ありましたね。送料一律1000円。まあ、一律1000円ってなかなか難しいですよね。東京に配送する場合と離島に配送する場合、全然送料違ったりしますもんね。だから基本機能だと送料一律しかできないんですけども、実はベースって追加機能でね、いっぱい有効な機能が隠れてます。こういう機能、最初から足しちゃうと使うのが難しくなっちゃうんですけど、分かってきたらこれ足してくださいということで、ね。 例えば、ここに送料、詳細設定、ね、機能があります。これ足すとえ、都道府県ごとに送料を設定できたりしますので、だいぶ、ねえー、あの難しいことができる、ねえー。例えば、英語外科対応切り替えができるとか、お酒売るときの年齢制限チェックができるとかですね、えー、いろんなことができますので、こういうのね徐々に分かってきたら追加機能を足していくと。 ということでやっていくと、まあ、徐々に、ね、売れるネットショップ化というのもできていくんじゃないかなと思います。はい、ということでネットショップベースの紹介についてはここまでにしたいと思います。本当に、ね、即日すぐオープンできるものですからぜひです、ね、事業者の皆様と一緒に立ち上げてお手伝いしてあげてです、ねえー、あこんなふうになるんだよということであのネットショップの、ねまあ、これ作ったらから売れるというものでもないんですけど まず第1号店を作るっていうところは、あの、十分こういう伴奏型でやっていけるんじゃないでしょうか。はい。ということでね、ネットショップに関する記事もね、ここからアプリには掲載されてますのでですね、ぜひそういった記事も見ながらですね、いろいろ、あの、試していただけたらなと思っております。どうもご清聴ありがとうございました。